エリザベス・アン・マンリーはカナダ・オンタリオ州トレントン出身の女性フィギュアスケート選手。1988年にはカルガリーオリンピックと世界選手権の女子シングルで共に銀メダルを獲得した。4人兄弟の中に生まれ他の3人はいずれも男兄弟でエリザベスは幼い時からスケートを始めた。軍人だった父親は昇進ためにしばしば転勤を命じられ、 9歳の時に一家はトレントンからオタワに引っ越した。その後両親は1970年代に離婚し、彼女は母親ジョアンに引き取られた。母親はエリザベスのフィギュアスケートに時間と費用をつぎ込んだ。1981年世界ジュニア選手権で3位になった後、1982年世界フィギュアスケート選手権で13位となった。 しかし1982から83シーズンには集中した練習環境を求めてオタワからニューヨーク州レイクプラシットに練習拠点を移した。彼女は鬱状態とホームシックにかかり調子を大きく崩してしまう。髪の毛は抜け落ち、体重が増えた。1983年カナダ選手権ではメダルを逃し、一時的に練習を止めてしまう。 しかしピーター・ダンフィールド、ソーニャ・ダンフィールド夫妻のコーチを受けて練習を再開する。1984年サラエボオリンピックでは13位。1984年から87年までの世界選手権に連続出場をし、8位、9位、5位、4位と成績を上げていく。1987年の世界選手権では規定とショートプログラムが終了した時点では、 優勝争いをしていたもののフリーの演技で失敗し4位に終わった。1988年地元カナダのカルガリーオリンピックでも彼女がメダル争いに絡むだろうと推測した。専門家、メディアは少数であった。そしてスポンサーもつかなかった。メディアは1984年サライボ後、我がネメダリストのカタリナビットと1986年世界選手権。 優勝者のデビ・トーマスが共にカルメンを使用曲にしていたことからカルメン対決と称して煽っていた。その分彼女は注目を浴びなかった。風邪をひいていたものの規定は4位、ショートプログラムは3位。ショートプログラム終了時点でトーマス、ビットに続いて総合3位につけた。フリーの最終組ではビットが一番先に登場した。サントプラスニトサンサルコー。 サントゥと前半にジャンプを固めて、後半にサンサルコープラスにフリップと大きなミスなく終えたが全体に控えめな出来だった。マンリーはプログラム冒頭にサンルッツを成功、その後サントゥ、サンループ、サンサルコーとすべてのジャンプをクリーンに決めてミスなく、プログラムを終える。圧倒的な出来栄えにスタンディングオベーションで迎えられ、技術点では9人のうち5人から5.9をもらい、 フリーだけでは1位になった。最終滑走者としてトーマスが、滑走、サントプラスサントのジャンプは2つ目が、両足着氷。サンサルコーはクリーンに降りたが、サンループはステップアウト、サンサルコーもステップアウトして氷に手をついてしまう。全体にミスの目立つ演技となり、点数が伸びずにフリー4位となる。その瞬間マンリーの2位が確定し、 よ期せぬ逆転にコーチと抱き合って喜んだ。演技直後のインタビューでは、カタリナとデビがカルメン対決でプレッシャーを感じていたが、自分はオリンピックに向けて十分練習したし、自分のことだけに集中して演技に臨んだとコメントした。最終結果は優勝したビットに順位点で0.4まで迫った。この逆転の勝利で銀メダルを獲得し、カナダの有名人となった。 オリンピック後の世界フィギュアスケート選手権でも2位となった。アマチュア引退後はアイスショーなどに参加しつつ、高知県コメンテーターとして活躍している。1990年にサムズアップ。1999年にアズ・アイアム・マイライフ・アフター・ザ・オリンピックスというタイトルの自助伝を出版した。2006年8月、国連出身の元ジュニアアイスホッケー選手と、 結婚し、現在は、オタワに住んでいる。1988年に、カナダ勲章を受章している。2010年、バンクーバーオリンピックで22年ぶりに、ビットと再会している。ありがとうございます。